本校ではアップルが開発、販売している iPhone の歴史について記述する。2007マクワールドでガラスケースの中に展示された最初の iPhone。アップル社内で発足した iPhone 開発プロジェクトはスティーブ・ジョブズ CEO が同社のエンジニアにタッチスクリーンデバイスやタブレットコンピュータの利用方法を調査してほしいと依頼したことから始まった。ジョブズはアップルには 新しい携帯情報端末を作ってほしいという要望が多く寄せられていたにもかかわらず、タブレット PC や従来の携帯情報端末は Apple が参入する需要の高い市場としては良い選択ではないとの考えを表明した。ジョブズは携帯電話が携帯情報にアクセスするための重要なデバイスになると考えており、携帯電話には優れた同期ソフトウェアが必要だと考えていた。 当時、ジョブズはニュートン PDA の後継機に注力する代わりに iPod に注力させた。また、iPod とコンテンツを同期させるためのソフトウェア iTunes も開発させた。その後、iTunes は2001年1月にリリースされた。iPhone のベータ版はデバイスと機能のテストするために2004年に作られた。ベータ版では、Apple は最終製品を発表する前に、 電話の機能を開発することができた。しかし、一般に公開されることはなかったため、初代 iPhone とはみなされていない。2005年9月7日、アップルとモトローラが共同で iTunes を使用した初の携帯電話、モトローラロッカー e 1を開発した。ジョブズはアップル以外のデザイナーと妥協しなければならないため、アップルが作りたいと思っていた。 携帯電話のデザインができなくなってしまったと感じ、ロッカーに不満を持っていた。2006年9月、アップルはロッカーのサポートを終了し、写真やビデオを表示できる携帯電話へのシステムを含むバージョンの iTunes をリリースした。これで iPhone2G であることが判明した。2007年1月9日、スティーブ・ジョブズはマクワールドの大会で初の iPhone を発表し、 多くのメディアの注目を集めた。2007年6月29日、初代 iPhone が発売された。出展、Apple Newsroom、アーカイブ iPhone の国際リリースは数ヶ月にわたってずらされた。現在、iPhone はほとんどの国で利用できる。Apple と契約している複数のキャリアから提供されている iPhone 契約なし、キャリアロックなしで提供される iPhone をで、 MVNO, ありがとうございます。